島正幸の同級。11月2日、掛布正幸の阪神タイガース愛、愛、そして AI ニュース。阪神の秋季キャンプが11月1日、高知安芸市営球場で始まりました。藤川球児監督は、没頭をテーマに掲げ、選手たちに厳しい姿勢を示しています。期間は17日までで、休日はわずか2日間。紅白戦も3回予定されており、見どころ満載です。藤川監督は、やる気のない選手には強制送還も辞さない構えを見せ、プロである以上、主体性を持って取り組むべきと強調しました。中野拓夢内野手は初日に早出練習で姿勢を示し、藤川監督の期待に応えています。また、中川隼人捕手は外野練習に取り組み、打撃力を生かすための準備を進めています。来シーズン優勝を奪還できるように戦っていきます、と挨拶した藤川監督の指導のもと、阪神の選手たちは、この秋季キャンプに一心不乱に取り組みます。11月2日、掛布正幸のおまけのニュース。 SMBC 日本シリーズ2024第4戦で DeNA はソフトバンクを5対0で下し、シリーズを2勝2敗のタイに持ち込みました。先発の K 投手が7回無失点の好投を見せ、強行出場のオースティン選手が先制ソロを放ちました。第5戦では DeNA が7対0で勝利し、シリーズ成績を3勝2敗としました。筒香選手の先制打や牧選手のスリーランなど打線が爆発し、先発のジャクソン投手も7回無失点の快投を見せました。掛布正幸氏によると、オースティン選手の落ち着いた打撃がチームに好影響を与え、ソフトバンクの打線は冷静さを欠いていたとのことです。 DeNA は26年ぶりの日本一に王手をかけました。